どうも皆さんこんにちは、ゴンです。今回紹介するのは海外 YouTuber が体験した戦慄の瞬間パート10。ホテルから廃墟、キャンプ場の映像まで、今回も幅広い恐怖を持ってきました。それでは早速本編の方に進んでいきましょう。ショッピングモールなんかに行くとエレベーターとエスカレーターがありますが、皆さんはどっちを使いますか？時と場合によりますが、今回の映像を見て私はエスカレーターを使っていこうと思いました。最初に紹介するのはジュレッサーさんが投稿した映像。投稿者はある日家族でホテルにやってきていました。そこは26階もあって、エレベーターはガラス張り。妹は友人とそんなエレベーターに乗りたいらしく、二人は乗り込んでいきました。突然止まるエレベーター、結構な音がしており、何か起こったことは確か。コメント欄では何らかの不具合が起こって安全装置が起動した、二人のジャンプが原因でこうなった、そんな意見がありました。今回は低層階でのストップでしたが、これがもし高層階だったら、皆さんもエレベーターにはご注意を。次に紹介するのはウィルさんが投稿した映像。投稿者はソロキャンプにやってきており、料理を作ったり車内を飾ったりキャンプを満喫していますが、そろそろ寝ようかという頃、近くでエンジン音が。なかなか静かにならず、寝る場所を変えることにが、そこで恐怖体験をしました。I don't think I'm going to be getting much sleep tonight. 外から聞こえてくる謎の声。投稿者は無事に夜を越しましたが、あの声の正体は一体。次に紹介するのはGPT さんが投稿した映像。投稿者はホラー大好き YouTuber。 心霊スポットや廃墟、彼はたくさんの怖い場所に行っていました。今回探索するのはバンドンにある廃墟。サンタクロースの像があったり、落書きがあったり、辺りにひときわなく、何が起こってもおかしくない雰囲気。そして案の定、そこに恐怖はありました。アラホアクバー、ラーイレイロロ。アラホアクバー、アラホアクバー。あー！ガイス、ゴアウダジュム。カガリッカガリッカディカガリッ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 カディカガリッ。ゴアウダジュム。投稿者が遭遇した正体不明の誰か。誰かは首を吊っているように見えますが、あれは一体何だったんでしょうか。次に紹介するのはまたまたキャンプ中の映像。投稿者はキャンプをしようととある森にやってきていました。周囲には誰もおらず、一人で夜を過ごすことになったんですが、そこに恐怖はやってきました。
currently sleeping in the back of my truck right now. I don't even know what time it is. And there's someone walking around my truck right now. I don't really know what to do. I'm a little freaked out right now. And it's like pitch black outside. Probably like 2 in the morning. And he just keeps walking around. And he's like really close to my truck. I've never been this scared. How am I supposed to get him away? He's literally knocking. He's literally knocking on my truck. The canopy, the back door's locked. I've never been this scared before ever. I don't think he knows there's anyone in here. I'm so scared right now. 寝ていると外から不穏な足音が。足音の主は窓をノックしたりしていますが、時刻は深夜。ポリスの可能性もありますが、だったら何か言ってくるはず。投稿者は何とか恐怖を耐えましたが、翌朝さらなる恐怖が待っていて。 So I'm back home. This is the day after. He was trying to peek in my truckquite a bit with all these marks. I didn't even notice until I got home. Handprints there, a lot of scratches, stuff like that. Dragging his finger on my side of my truck. ガラスには誰かの触った跡がありました。中に入ろうとしたんでしょうか。誰かは他にもドアノブも触っており、誰かの目的はわかりませんが、投稿者は人生で一番怖い夜だった、そう言っていました。次に紹介するのはドアベルカメラの映像。投稿者は防犯対策に玄関に監視カメラを置いていますが、ある日の夜、そこに恐怖が映っていました。ドアの向こうにピエロが立っていました。入ろうとするわけでもなく、カメラを覗き込んで立ち去っていきました。ピエロは一体何をしに来たんでしょうか。次に紹介するのは MX さんが投稿した映像。投稿者はホラー系 YouTuber。 彼は何度も心霊スポットに行っており、今回はメキシコにあるとあるお墓にやってきていました。辺りは暗く、何か起こりそうな雰囲気ですが、一行は探索中恐怖に遭遇しました。メンバーが何かを発見。その方向にカメラを向けると、お墓の一つが開いていました。そして中には人がいて。何かマスクをかぶっているのか、顔はやけに白く異様な雰囲気。特に怪現象は起こらず、誰かも立ち去っていきましたが、その行動は明らかにおかしく、誰かはあそこで儀式をしていた、そんな意見もありましたが、皆さんはどう思いますか。ということで、今回もやってきましたおまけのコーナー。今回紹介するのは動物が登場する映像。
登場するのは猫ちゃんとワンちゃん。以前に紹介した映像では寝ているワンちゃんに向かって猫ちゃんが強烈なパンチをしていましたが、今回はワンちゃんが尻尾を噛み始めて、またまた猫パンチが炸裂しました。しかも今回はラッシュ。皆さんも猫の尻尾にはご注意を。ということで今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね。